私はこの試練で一切リスクをかけていない。なぜならバカらしいから。さて、下方は寝ても徹底ウクライだし、プリズンエデン内での結果をゆったりと待つとしましょうねー。ヘキバーや。わしを狙うとはのう、お主とメリアがここまでわしに対して評価していたとは思えんのじゃが。いやいや、メリアは関のこと結構評価してんぜ。条件が揃えば専属神にだって選ばれてもおかしくないほどだね。わしの何をそこまで。メリアも俺っちも人を見る目だけは自信あってね。改変支配、いいの持ってるねー。ちゃんと扱えれば相当強いよ、それ。私の予想だけど、関、あんたは世界を変えることに特化した成長をするだろうぜ。主人の月下が世界を作る。いいバランスじゃん。作ったものを関が調整する。設定精神長だって究極優に並ぶレアものって自覚はしてた方がいいね。自分の価値を知るためにもさ。まあでも専属心はないな。関は圧倒的にあるし、この場合パトの方だけど執着心が一切ないからね。恋心でもいいけどさ、皆無すぎるから月下の下がちょうどいいんだね。結局さ。別に害は与えはしないよ。恨まれたくないからさ。だからゆっくりそこで休んでなよ。気に入ると月下の本質見れないんだよ。まあ、そこはもう終わって次はメリアなわけだけど。さて、敵を人質にか。私の行動で月下ちゃんの精神を揺さぶって、仲間割れ、そこまでいかなくても意見の食い違いが起きた時、私はどう対応するか。そのあたりでしょうかね。いいですよ。ならこの場面の司令塔は月下ちゃんに任せます。好きに考えて指示してください。指示通りに完璧に動いてみせますよ。私がメリアちゃんの指示？どうする？市場を言えば敵を救う方法を考えたい。だけど現状一番理想なのは敵もどこの敵を倒す。簡単な作戦か、難しい作戦か。そのまま戦い続けて、もちろん倒す勢いで。そうだね。考えたって相手の引き出しを知らないのなら無理。なら追い込むしかないですよね。同じ考えです。了解。引き出しに期待すんな。一つも出さずに堅くなる現状維持。打開策も対応策もなし。やるかやられるかの二択。将来の件？本当こいつはマジで、絶対貸してこれか、さっきの二人より油断できないじゃん。サイン戦争、あんなのよ。マジか？いろんなオーラ特性を生かした近接オーリーの連撃？器用と折り越して化け物か？勝てるわけがなかった。あれだけオーラ特性を変幻自在に変えて、目にも止まらない速度で連撃。しかも配置のタイミングも絶妙。能力なしのオーラ単体近接だと厳しいな。さすが、落ちぶれても帝王神候補。なら司令塔を潰す。進行。これは、王局？触らせるわけないでしょう。あと少しでも動けば何千でも何万でも打ち込みますよ。こいつ、正気か？敵も一緒にダメージ受けていると分かってないのか？メリアちゃん、いいよ。そのままとどめさせて。見えたよ。ハッタリだ。乗るのは敵を人質にしていない。いや、正確に言えばお前は乗るんじゃない。雰囲気も気配も現実と同じだけど、ただ一つ、基礎が弱すぎる。私はエステルから乗るんという存在を聞いた。私はただ能力が強いから強いと思ってたけど、それにしては近接が弱すぎる。もっと言ってあげましょうか。私の従属リアには、真実支配、と、幻想支配、の二つがあるの。それがビンビンと反応してんのよ。あなたは乗るんではないって。茶番もいいところね。こっちは必死だっていうのに、遊びのつもりか。どうせあなたもノルンに守られてるのでしょう。ならここで始末しても問題ないわよね。ノルンが偽物、私でも気づかなかったのに。権利団は予知はできても真実を見るものではないか。あれが月下ちゃんの本質。従属が増えれば増えるほど従属の能力を自分自身に消化する。最終的に私にならず全知全能にもたどり着く力。さすがです。ノルン様から降参との指令が下されました。命令が終了したので元の姿に戻ります。合格おめでとうございます。あなたがずっと戦っていたのね。私の朝と夜を倒したのも。はい、その通りです。私はノルン様からプリズンエデンの力を一時的に借り、私の能力、洗脳支配、で自分自身をノルン様だと洗脳し、戦っておりました。私の試練はいいのですか？あなたが格下である月下の命令を信じ、委ねた、以前のあなたなら絶対にしないこと、とのことです。パトの言葉にしか耳を貸さない昔とはすでに違うのだから問題はない。しっかり仲間の言葉にも耳を貸して独断しないのならそれはすでに成長している。そう、ノルン様は判断しました。終わり、あれだけの力だったのに、こんなすぐに、拍子抜けにも程があるのではないですか。私も同感、ノルンは一体どこまで考えてたの？どこまでも、ノルン様が求める答えが出るまで何千通りでも、ですが、それが必要なかっただけです。
試練と言いますが、ここは試す場ではなく導く場でもあった。私を起用されたのもこの役割はノルン様直々でなくてもよかったからです。おめでとうございます。直ちに現実世界に戻しますので、少々お待ちを。待ってください。少し月下ちゃんと二人で話がしたいので、場を設けてくれませんか。いいよ。じゃあ一番治安のいい、レイディアントガーデン、に数十分だけいさせてあげよう。現実世界は任せておいてってね。しっかりお留守番しておくからさ。ノルン様が了承しました。すぐに移動します。月下、一つ聞きたい。あなたはなぜ席がプリズンエデンにいないとわかったのですか。まずノルンがメリアちゃん相手にボコボコにされてるのはおかしい。逆に相手ボコボコにされてるのかなって考えたけど、それだと試練の意味が弱くなる。だからエイテンガンでずっとあなたを追った。そもそもあなたは朝と夜戦ではダメージを受けてもいなかったのに、なんでメリアちゃんの攻撃だけは通るのって考えた。そう考えてくるとね、根本的におかしいことに気づくの。ここはプリズンエデンなら、ここでノルンがダメージを受けたらそれを私たちに移すことも容易だって。なら今ノルンがダメージ受けてるなら、少なくとも席は今肩代わりされていない。ならノルンの発言もおかしくなる。だからカマをかけたの。真実支配なんて使い道も知らない。どんな能力でどう使っていいものかもわからない。あとは幸運支配に身を委ねたってね。あなたがノルンではないかもって疑った時から、おそらくおとり役として保護しているかもっていうね。プリズンエデン内にいてもきっと乱暴には扱わないだろうともね。頭脳だけではなく、運や駆け引きすらも仕込んだと。違うなら違うで終わることだからと。最悪敵は助けない。こうも考えたわよ。でもその時は絶対に殺す。敵を楽にして私の世界に戻す方が手っ取り早いからね。もちろん反省させる意味もあったけど。独裁はしないけど、足を引っ張るなら容赦はしない。忘れてましたけど月下ちゃん、身内には厳しいんでしたっけ。私は逆に身内には甘いですからね。いいんじゃないですかね。それでも。優しいのですね。ですが従属は安心です。自分が原因で主の足を引っ張らない時には、助けよりもそちらの方が嬉しい時もありますよ。大好きな主様なら特に。終わりましたね。私は今回の試練グダグダすぎて難しかったわ。これでよかったの。わざとです。何が目的で、何がどう動いてて、相手が何をどう考えてるか、混乱した場面でグダグダしてるなんて当然。だからノルンもあそこまで場をかき乱してくれたんですよ。私だとどうしても綺麗に整えてしまうから。正直、私だってあの戦いの終着点はわかりませんでした。納得したつもりでもそれが100点かどうかなんてわからない。私でもそう思うような戦いでした。正直最後の結果に関しては納得していないところもありますしね。でもあの戦いの中、こうやって終わらせることができたのは月下ちゃんのおかげです。戦いに終着点を作るのも司令塔の役ね。合格ですよ。これはおめでとう。専属品、これから一生ご主人のために突きましょうね。ああ、聞きたかった。一番聞きたかったよ、その言葉。長かった。いろいろ悩んで、苦労して、挫折して、それでも挑戦し続けて、やっとカちゃん、ここからですよ。ご主人がこのメルトリア総本山に到着したとき、そこであなたがご主人を導けるように練習をしましょう。大丈夫、今度は私もそばにいます。これからは家族同然です。必ず皆さんを救いましょう。こうして私と月下ちゃんのお話は終え、すべてのピースは揃った。月下は最も厳しい選択を常に強いられ、そして己の在り方を見つけた。メリアは仲間の意見を尊重し、身を任せることで自分の考えだけが正しいというメルトリアの思考とは異なる成長を見せた。やっぱり考えなしに適当にやるもんじゃないね。本当グダグダだったわ。さて、あとは帝王様がここに到着するのみ。そっちはみんな頑張ってんだよね。しっかりしてよ。こっちはちゃんとしておいたからさ。こうしてパト視点に戻る。最後にするための最後の戦いを。ご主人、頑張ってください。一踏ん張りですよ。終わったぜ、エステル。これで満足か。ご苦労様。初にしては上出来でしたね。これで良かったのかな。私たち何も役に立ってないよね。いいえ、役に立ちましたよ。あなたたちが頑張りすぎると、あの戦いは圧勝でしたから。月下様が自身の力の在り方を理解した。つまりあなたたちの希望と絶望を使いこなす日も近いです。二人のことばかり気にしてたけど、肝心な自分について抜けてたね。ライボーの究極系、希望と絶望を超越した進化を果たすかもね。私は月下様第一だからね。月下様の力になるなら惜しまないよ。これからもね。エルマオッツー、いやー、よくやってくれたね。おかげでうまくいったよ。ありがたきお言葉、恐縮です。
にしても思い込みで私になりきるんだからすげえよな。本当私じゃんって思ったよ。しかもちょこちょこ脳内に助言したら自分の思考のように溶け込ませるしさ。それで味方に騙され捕まっていたくらいです。便利なものでは。大丈夫、私がちゃんとうまく使ってあげるからさ。とりあえずゆっくり休んでなよ。ここからは私がちゃんと仕事するからさ。わかりました。ノルン様のご活躍心から楽しみにしております。その前にパトだけどな。